シドニーオリンピックにおけるジョンソン・マイケル・ジョンソンは、アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身の元陸上競技選手。身長185センチメートル、体重78キログラム。5人兄弟の末っ子であった。1996年にジェームス・サリバン賞を受賞している。1600メートルあるの世界記録保持者。200メートルで21連勝。400メートルで56。 現象を成し遂げる。背筋を伸ばした独特のピッチ走法に特徴がある。世界陸上で8個、オリンピックで4個の金メダルを獲得した。1991年の世界陸上が、ジョンソンが初めて望む世界の主要大会となった。200メートルの二次予選では、最後を流しながらも大会新記録をマークすると、決勝では向かい風秒速3.4メートルの中、 20秒01と、再び大会記録を更新して優勝。2位のフランク・フレデリクスに0.3秒以上の大差をつける圧勝であった。1992年、全米五輪トライアル200メートルで優勝し、アメリカ代表入りしたが、1992年、バルセロナオリンピックでは食中毒のため、準決勝で敗退。しかし、1600メートル R では3層を務め、 2分55秒74の世界新記録で金メダルを獲得した。1993年の世界陸上では400メートルと1600メートルアールで2冠を達成。なお、アンカーを務めたリレーでは42秒91のラップタイムを記録している。1995年世界陸上 EA 手彫り大会では200メートルで19秒79の大会新記録。 400メートルでも43秒39の大会新記録、そして1600メートルアるルでも2分56秒45で優勝し、3冠の偉業を成し遂げた。なお、200メートルの大会記録は2007年世界陸上大阪大会でタイソンゲイが出した19秒76という記録により破られた。1996年全米五輪トライアル200メートルで、 それまでの世界記録を17年ぶりに更新する19秒66をマーク。400メートルでも優勝し、アメリカ代表となる。1996年アトランタオリンピックでは、初戦となる400メートル走で43秒49の五輪心で優勝。続いて200メートルでは、自身の持つ世界記録を大幅に更新する19秒32の世界新記録で優勝。 この時のタイムは前半100メートルが10秒12、後半100メートルが9秒20という驚異的なものであり、彼自身コーナーの出口で勝利を確信した。生涯最高のスピードで走っていると分かったよと語った。このレースで右膝を痛めたため、このオリンピックではリレーを走っていない。このジョンソンの出した男子200メートルの記録は、 向こう100年は破られないと言われていたが、それから12年の時を経た、北京オリンピックにおいて、自身の眼前で、ウサイン・ボルトが出した19秒30という記録により、終止符を打たれた。1997年、世界最速決定戦として、当時の100メートル9秒84の世界記録保持者、ドノバン・ベイリーとの150メートル走対決がカナダで行われた。しかし、 ジョンソンが足の故障を理由に途中棄権、ベイリーが勝利した。同年足の故障を抱えたまま3連覇を目指して世界陸上の400メートルに出場。二次予選では1着を狙わず最後の直線を流してフィニッシュしたところ4着以内の予定が5着となりタイムで辛くも準決勝進出という場面もあったが最後は優勝、監督を見せた。 ちなみに優勝タイムの44秒12は彼のオリンピックと世界陸上タイトルの中では唯一の44秒台となっている。1999年の世界陸上では400メートルで大会4連覇を達成するとともに決勝で43秒18の世界新記録を樹立した。なおこの記録は2016年に開催されたリオデジャネイロオリンピックにて ウェード・バンニー・キルが43秒03の世界新記録を出したことで破られた。また、4400メートルリレーでも優勝し、9つ目の金メダルを獲得。これにより、カール・ルイスが保持していた世界陸上金メダル獲得最多数、8を破っていた。2000年シドニーオリンピックで男子400メートルでは、オリンピック史上初の連覇を達成。 アンカーを務めたリレーでも優勝した。ただし、4400メートルリレーに関しては、メンバーのアントニオ・ペティグルーに、ドーピング仕様が判明したため2008年8月に、失格となり、1999年世界陸上と、シドニーオリンピックの金メダルが剥奪されている。2001年9月15日、横浜で開催されたスーパー陸上2001において、スウェーデンリレーのアンカーとして走り、 1>, 1分47秒93で優勝。競技人生に終止符を打った。また、ベン・ジョンソンとの比較で彼は、クリーン、ジョンソンとも呼ばれた。上述の通り、200メートルと400メートルで、数々の記録とタイトルを独占した、ジョンソンだが、この2種目を専門とする、陸上競技者は、非常に珍しく、そういった意味においてもジョンソンは、驚異的かつけうな選手であると言える。 また、ジョンソンはその驚異的なスピードがゆえに、普段の練習では競える練習相手がおらず、電光表示掲示板を使って練習をしていたというエピソードが残っている。2018年9月に脳卒中を発症した。当初、左半身が麻痺するという症状に襲われたが、同年11月にはほぼ通常の状態に回復した。オリンピックにおいて200メートルと400メートルの2巻は、 男子では史上初であった。なお、女子ではバレリー・ブリスコフックスの2人がそれぞれ1984年、1996年に達成している。男子では400メートルで史上初の連覇となった。女子ではペレクが1992年、1996年に連覇している。ありがとうございます。